HKT48 のお出かけ。お前に前に行こうというね。そうです、はい、今回はですねお出かけ屋台のお仕事。なーいいね、あの大好きです。食べ物スペシャル続けないでほしい。もう俺も後輩と行ったらね、この間もなんか中津の方もいいですけど、もうあかんかんつってこっち来てください言うて、ほんまなんか普通の道にある屋台行ったんや。ほんでそこがまたうまいで、俺もずっとさっきから思い出してんねんけど、あの荒巻き貝かな、寝てけ揚げ巻き貝。何、ちょっと待って、俺ちょっと違う書いたんで、何やったかな、ちょっと待って、荒巻き貝、あれ出てけへんなもう絶対出るから。まだですか？ちょっと待って。トイレ行こうかな今のうち。揚げ巻き貝。お、揚げ巻き貝言うてそんな貝あるねん。お、あのね、こんなの細長い貝なんですよ。ほうほうほう。それがまあ美味しいよ。おー、それを屋台で焼いてくれてね。へえ。まあそれは嬉しいね、ありがたいねんけどさ、飲んでたところがバス停の前やつ。そう。せや、俺はうまいなーってプシューってみんな出てくるの。ほんなそのあ後藤やとか、あどうもどうもとか。そう、そすごい。ほんな出てくるだけやったらええけど、次乗るために待つ人がおるから。そっか。食う俺、飲む俺の横で、そんなに美味しいんですか面白い。いや俺はもう大好きですから、福岡は。屋台で、一人酒。いいね、屋台で一人ちょっとこうね。一人で何かできるタイプですか？お、俺結構一人好きやで。あら、そうなんですか？うん。私もです。じゃあ、飯でもどこまで行けるかですよね。まず、例えば、ラーメン。行きますよね、いわゆる境界線とされるのが一人焼肉みたいな、ね、行ったことあります。おお、俺も全然俺も全然行ける。何が行けないですかね、逆に。あ、お寿司屋さん。一人寿司回転なら行けますけど、タイマンは無理です。タイマンってお前あの大将とタイマンは無理、ね、一人旅。いや無理、もう結構行かれへんよ。だからうちの相方がもう一人でどっかいろんなとこ行っちゃうね。この間もなんかスペイン行ったとか言って、一人で、うん、一人でタイ行ったりとか。タイ行ってゾウ乗りよったんや。あんなもんゾウ乗るって何人かで行って、そのゾウに今乗っている、ほんで友達も乗って、このゾウプラス友達を見たことがないから、うわーすげえ象乗ってるわーみたいな感じやん、はい、あいつの写真見たんやん。ほらもう象のここばっかりやんネズミ色の高い臭いやつの上にただおるだけやんおう、だからそれの何がおもろいねんってなる。分かったら楽しいんでしょうけどね。そう、撮ってもらったりさ、銭湯、ねえ、そうだけで、あ、ええの大丈夫、ええの、うん、ちょっと心配になるときやめですよね。なんかね、うん、まだ味出るでみたいな。何点が好きですか一番？僕はあの好きなのはね、まあ、玉ねぎね。玉ねぎ聞いたことないです。玉ねぎうまいで、淡路島の玉ねぎが入っとるやつなんか甘くて美味しいのよ。バイバイ。最高にうまいよ。生姜醤油でいただいてください。うわあ。ね。今回の質問は研究生の栗原さえちゃんから。自分を動物に例えると何ですか？これまた難しいね。自分を動物に例えると、でもこれでね、うん、私猫ですとか、うん、いや怠け者ですとか言ってももう面白くないじゃないですか。そうやねんな。でもこの質問の答えで面白いってなかなかやけど無理ですよね。どうしたらいいんだろう、うん、いやほんまにいいでええんちゃ。え、猫あったら猫でもええし。じゃあ怠け者で。なるほどな。ほらそうなんですよ、分かってるじゃないですか、確か怠け者なことは。じゃあ後藤さんは何ですか？俺はね、その猿山にいる
7番目ぐらいの猿。やっぱほら面白く言うよね。そういうとこや。いやほんまに上のリーダーで取り仕切ってるでもないけど、多少下の失敗してるやつには偉そうにしたい。でもある程度兄さんがいてくれた方が余裕出るみたいな。ああ、そうそうそう、2番でも3番でもないね。なるほどなるほど。ああ、6、7番目ぐらいで痛がり。ああ、なるほどね。ああ、続いての質問。お出かけが終わらないためにもっとどうすればいいですか。 お出かけしか仕事がほぼありません。アイドルだけでロケの部位を持たせるってやっぱ難しいんですよね。いや、そりゃ難しいやろな。どうしたらいいですかね。いや、それはもうそれはスタッフさんが一番考えてることやから。毎回言ってると思う。どうしたらいいんだろう。いや、でも富吉は俺持ってると思うけどね。なんかまあだから言われたことをやるとそのままですから、何してんねんこいつって思う時に V では絶対使われますからね。褒められるか、例えば梅本みたいに何でも頑張るとか、あとやろうとしてるけどできないか、どっちかでしょうね。そうですね。だから言われたことの逆いくとね、怠けるしかないじゃないですか。じゃなくて言われたことの足す1やってください。上手。さすが兄さんや。パス1、2です。そうですよね。私も思う、それ最近。えら真剣な話になってませんか。まあ、そういう時もあるよね。マミヤでいっぱい引っ掛けてきてんのこれ。お出かけ MVP。これどうするよ。まだ途中ですけどね。途中やね。かなりを負けて、じゃあ栗原でいいんじゃないですか。お、上手に。これね、丸を作った途中経過です。そうですね、来週どうなるか。そういうことです。お楽しみに。はい、それではまた来週。おやすみなさい。おやすみなさい。